アヘシャゲ、山口駅は、中華人民共和国新疆ウイグル自治区ボル、タラモンゴル自治州アヘシャゲ、山口市にある、中国鉄路総工市ウルムチ鉄路局、北強し鉄路工事が管轄する駅である。本駅は、新田ウ峠に位置し、蘭新線の蘭州駅より 2358.376km 離れていて、北強し線の終点であり、カザフスタンへの出入り口である。 中国西部で唯一の鉄道による国際運輸の拠点であり、トランスユーラシアロジスティクスや新ユーラシアランドブリッジの結節点である、旅客用単式ホーム一面を持つ地上駅である。カザフスタンの鉄道は、期間は 1520mm の後期であり、標準機の中国との間で直通ができない。そのために貨物を積み替える必要があり、広大な貨物用ヤードと、 貨物輸送コンテナの積み替え施設、車両基地を持つ。隣接するカザフスタンのドストゥク駅との間は、標準機と後期それぞれの線路が単線並列で結ばれている。本駅は、北強支線の旅客、貨物を扱う二等駅である。2009年5月現在、ウルムチとの間にに往復の旅客列車が運行されている。また、ウルムチより、本駅経由で、 カザフスタンのアルマトイまで国際列車が運行されており、ドストク駅で台車交換を行う。なお、ドストクとは時差が2時間ある。貨物輸送は2006年で年間1300万トンを記録した。国境の通貨貨物は毎年増加しており、鉄道での国際輸送では中国で2位である。アヘシャゲ、山口税関は中国で乗り黒経由輸出量が最大である。 アヘシャゲ、山口タンアヘシャゲ、山口駅構内配線図 AB 北強し鉄路、アヘシャゲ、山口タン時刻表口タンアヘシャゲ、山口的記憶は理想、アヘシャゲ、山口進出、空口買う量突破1380万トン、アヘシャゲ、山口税関、中国で、陸上輸出量最大の税関にアヘシャゲ、山口口口岸、アヘシャゲ、山口口口岸 AB、アヘシャゲ、 山口口岸 AB 北立吉鉄路公司水、図、アヘシャゲ、山口口岸県建成アス最大収蔵箱乾燥庫。ありがとうございます。